って落ちたチェーンでした、今日はチェーンが外れないことを言いたいなんか前回もこのコメントが書いたような覚えがあるな、見た覚えがあるな、矢島選手ねよっぽどあれだったんだろうな、インパクトあったんだろうな、蛇のように見えたチェーン、ね、さあ、そう思ってる選手、前回4番、吉野選手が走り始めました。吉野選手スタートしていきました。この選手は CRF45MARX、このマシンで、走っておりますね。全力で来て、全力で頑張りたいと思いますという、言葉をですね、いつものように毛筆で書いてあります、いつも毛筆でですね、このエントリー用紙書いてきてくれておりますね、吉野選手。なかなかこれがうまいんだな、字がね。はい、ね、そんな遅かったか、ショック。ミスした僕だ。マジっすか。暑いだな。でも全然滑りしなかったよ。さあ、次はスタートしていきましたのが、ゼッケン3番をつけております、辻家選手。辻家選手は東京都の選手ですね。GSX-R1000 ですね。GSX-R1000、このマシンで走っています。いつもありがとうございます。暑いのは苦手ですが頑張りますというコメントを残していますね。辻家選手、ゼッケン3番をつけております。第2ヒント楽な時間帯を選びたいけど、シーズンだとどうしようもないんだよな。で、今日は青木君とメタルさんに出したら昇格だぞ。ゼッケン4番、ただいまのタイム1分47秒0。